しくはないけどおめでたい。そう、なんか3だって3時に寝たらさ、でそれで、まあ、6時間寝て寝ればいいと思うじゃないですか。そしたら9時には起きれるわけですよ。なんかさ、ちゃんと5時間でピッて起きないとさ、本当にそれ10時間寝たいぐらい眠くてさ。そう、確かに日の出前、なんか結構最近なんかカーテンの裾があれなんか明るいなーって思ってから寝たりするんですけどね。あと3日、27、28、あとよ、これ今日入れて4日だけど、ほぼあと3日。寂しい。真白さんだ、え、ジョニーさん、ありがとう、ありがとう、みんなってか、ジョニーさんありがとう、ありがたわー、ありがとうございます。これはもしかしてお掃除お疲れ様タワーですかね。お風呂掃除お疲れ様タワーじゃないですか、もしかして。翔太さんありがとう、ぶっちゃんありがとう、もう目覚めたよ。何それって感じよね。して、ピンポイントすぎ。あ、やっぱりお風呂掃除お疲れ様 AKB48 タワーってことですか。めっちゃ綺麗になった。王さんありがとう。じゃあ書きますね。そう、頑張ったんですよお風呂掃除。なんか不意に掃除がしたいって思ったから、そう、まちゅちゅカビ予防、なんか分からん、とりあえず洗剤いっぱいしましたよ。カビ予防になってんじゃない。たださ、あの鏡のさ、何水垢みたいな、あれどうしたらいいの。どうしたらいいんですかね、あれは。なんかさ、なかなか取れなくないですか。なんかもしすごい取れる、なんかいい感じ、安くていい感じ取れる方法があったら教えてください。なかなか取れないよね。クエン酸ね、レモンをなんか貼るといいって聞いたことあって、昔さお風呂に貼ったことあるんですよ、レモンを輪切りにして。間違えた。ちょ、セーフセーフ、ごまかせた。よし、かけました。ちょっと待ってよ。鳥海浩二さんありがとう、チュンチュンさんありがとう、ゆうくんさんもありがとう、わーい、タンベマーボーさんもありがとう。大根でするといいの、お酢でもいける、ほんま。え、ね、めっちゃ昔な、高校生ぐらいの時。じゃあ行きますね。ジョニーさん、 お風呂掃除お疲れ様の AKB48 タワーありがとうございます。ジョニーさんの本名ジョニー、ジョニーオさんです。このネタをよく覚えてたと思うのよ私。ありがとうございます、ありがとうございます。止まってる、嘘、イエイ、せーの、シャカシャカ、シャカ、ありがとうございます、ありがとうございます。見えてる、大丈夫そう、画質が悪い、止まる、画質が悪い、画質やばい、みんな助けて。なんかね、ネットの状況悪いっぽいかも、わかんない。画質、電波来てる、見えてる、見えてますか、
字が見えてません。画質ちょっと待ってね、お誕生日おめでとうだけどちょっと待ってね。今いい感じ。さあどうですか、戻りましたか。画質扇風機つけてるから画質悪いのかな。良くなった、高画質。本当推し面でやってます、ありがとう、嬉しいございます。マウンテンゴリラさんありがとう。じゃあやり直し、見えます扇風機関係ないかな。じゃあ見てください、本名せーの、シャカシャカシャカ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがたわ。マーボーさんありがとう、ありがとうございます。時々悪くなる、ちょっと Wi-Fi 許してく、 Wi-Fi のことを責めないでくださいあのユッキーなんち頑張ってんだなって思ってください。今日チャキさんの誕生日、チャキさん、チャキさんどうどうどう、今はいけてる、みんなちょっとコメントしてください。時差時間のコメントしてみて。電子レンジ動いてないと思う今。今日はね、あのエアコンを一回も入れてないのです。時差そんななさそうじゃない。みんなたくさんコメントしてください、ゆきなちゃん不安になりますのでノーティーさんありがとう。ってことで、あのまえちゃんだっけ、合ってた、ちょっと待ってコメントさ、うん、お誕生日ちょっと待って、若、そうじゃん、若月由美さん、まえちゃん合ってた。じゃあ歌いたいと思います。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアまえちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとう。すごい、今日誕生日の芸能人の方もたくさんいるんですね松ぼっくりさんありがとう、チュンチュンさんありがとう、タイプです、ありがとうじゃあ10分経ったのでドボンお礼配信を始めたいと思います。イエーイ。今回はラッキーを考えてなくてですね、忘れてました、すみませんだいたい14ずつぐらいいこうかなと思います。 1,2,3,4,5 Yes、 じゃあ始めます、ドボンお礼配信スタートこんなどうやってやってたか忘れちゃった私。あ、いきますね。じゃあ100位からいきますよ。100位用心2号機さん、99位ラプラスさん、98位加藤健さん、97位たくまさん、96位カズさん、95位一緒に卒業するイルカさん、イルカさんイントネーションおかしくなった、94位きのちゃん2号、93位スナフキンアットエイト箱押しさん、92位松田このかさん、91位用心さん、90位鈴鹿とあずちゃけさん、89位やめます 岡山ダサーさん、88位スコッチさん、ありがとうございますありがとうございます。と100位から88位のお方をお呼びしました、ありがとうございます。いえ見えないよね多分、私の小さい字で申し訳ございませんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてじゃあ続いて87位から74位、5月、そう5月です。ごめんなさいね、もう7月になるっていうのに5月のをやっております。続いて87位から74位いきます。87位、沼さん。86位、貴景勝さん。びっくりした、これ書いてた時。85位、シュウさん。84位、タケルさん。83位、七八有田さん。82位、東堂陣八さん。東堂陣八さんってどっかで聞いた。東堂さんってどこにいたっけ、書いてた時に何かのキャラクターだと思ったんだよね。東堂さん、弱虫ペダルだ。81位、20日って読めるよさん、20日さん。80位、タルさん。79位、オーケー07リンさん。78位、ドリームパスポートさん。77位、ウィンクスーキさん。76位、フーライボーさん。75位、トールさん。74位、ウィンクスーキさん。2連続ありがとう。2連続じゃない、ん、連続じゃないけど2回あります、同じ名前が。ありがとうございます。バーイ、皆さんありがとうございます。見えますか、ちょっとね、字読め、これさ読めてますか、皆さんどう、読める、読めますか、コメント待ち。ちら、アーサーさんありがとう、松ぼっくりさんもありがとう、たくさん読める、読める、本当見えてますか。あ、よかった。ちょっとあの多分ランキングさ、なんか自分が入ってない順位の時とか、あの暇かもしれないけど、あの何でもいいのでコメントください。読めてるかな、不安になっちゃう。ありがとうございます。そう、貴景勝さんいたの、えって思って、あのお相撲さんだよね、貴景勝さんって、えってまさかドボンをってなりましたね。それでは続いて73位から60位の皆さんです。あ、パチパチ、嬉しい、そういうの嬉しい、ありがとう。いきます。73位ギャレスさん。72位、金村ミックさん、あと初月を。71位、カズッセンサブアカさん、カズッセンさん。71位、自称雪のマネージャーさん。69位、カッコサーさん。68位、レインボーセカンドさん。67位、マサヒロって雪直しさん。66位、ミーくんさん。65位、自称雪のマネージャーさん、また2回も。64位、サハマナズッキーナさん。63位、ハノーバーさん。62位、女はすぐ感情的になるさん。61位、ヒロキーちゃん。60位、ファイナルアット F さん、ありがとうございます。めっちゃ面白くない、女はすぐ感情的になるさんって、すごくない、女ってすぐ感情的になるんですかね。びっくりした、書いてってさ、どういうことって。わー、ありがとうございます。ね、すごい日向坂メンバーさんに私は押されているのかもしれません、ありがとうございます。本人に失礼だったね、ありがとうございます。イエイ、なんかカーテンのせいで顔めっちゃピンクなんだけど。これほら、手持ってくと顔ピンクになる。ありがとうございます。続いてテキパキいきますね。59位から46位いきます。導火線が短い、どういうこと、すぐバーンってなるってこと、男の子は。ほてってる、ほてってはない、ラッキーナンバー今回書いてないんだよね。でもその代わり全員紙に書きました。いきます。59位、福丹さん。58位、カモピカモピョさん。57位、ジョニーさん。56位、復帰したイルカさん。55位、ダルビッシュ、福ダルビッシュさん、福ダルビッシュさん。54位、振り向けば俺がいるさん。53位、若潮さん。52位、プレイメーカーさん。51位、ケランチョさん。50位、ゆずはさん。49位、ルーシーさん。48位、ギュアンさん。47位、ヒーローさん。46位、マリンさん、ありがとうございます。あ
ありがとうございます。そう、先月の復帰するのか一緒に卒業するのかどっちやねん2回目登場したよ今。ありがとうございます。どっちが先？こっち。寂しいかもち、寂しいって言ってくれて、私は嬉しい寂しいかもちですありがとうございますイエイ、ありがとうございます。続いてこちら52位から46位、ありがとうございます。イエーイ名前変えなくてもいいよありがとうございます。釈迦、米炊けた、米炊かなきゃ続いてじゃあ45位から32位いきますね。45位ルドガーさん、44位ハピツリマッコリンさん、43位ツッチーさん、26位のケンジさん、めっちゃ噛む、41位天国旅行さん、40位ユウさん、39位ドンちゃん、38位台湾のラリザーさん、37位ヒツジカンさん、36位カラキダポッポさん、35位モモッピさん、34位リュウ、見てた、ユーアット特製ヤンニョムさん、33位ブチトラさん、32位タクトさん、ありがとうございます。1000何個アカンあるねん一応呼ばれて、一応じゃないですよ、堂々の35位じゃないですか、どうすごいですよ、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。シャカシャカシャカチキンありがとうございます、ありがとうございます。出会いに感謝、出会いに感謝、本当にそれ、本当にそれって、で顔めっちゃピンクになる、こうやってやってみ、やってみて、自分だった、めっちゃピンクになる、なんでだろうありがとうございます。これ近づけると顔めっちゃピンク、でもこれ話すと白ありがとうございます。やってみた飲んでないです。じゃあ続いて31位から25位までいきますね。31位、卒業しても神吉さん、誰だ、ありがとう30位カズッセンさん、29位カタカナキャスターさん、28位ハルトラさん、27位ヨンドナの素敵なマチエさん、26位ガラハットさん、25位ヨーダさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。すごい、卒業しても神推しって書いてくれてるけど、それが誰かがわからないっていうね、わかんないけど、ありがとう、その名前にしてくれた人なんか今回さ、多分卒業発表した後にこのランキング締められたからさ、なんかこうそういう風に書いてくれてる人いてさ、嬉しいけど誰みたいな誰がそうしてくれたのって思って、あのすごい疑問に思ってました。ありがとうございます。イエーイ、シャカ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 続いて24位から18位いきます。24位、ドリームパスポートさん、23位ゆきなおずっとおすさん、ありがとう誰22位ひらがなキャスターさん、21位世紀末覇者ラオウさん、20位ゆきなお姉ちゃん大好きさん、レミだなこれ、19位ゆきなおしさん、ありがとう誰だ、18位東あと台湾さん、ありがとうございますゆきなお姉ちゃん大好きってさ、マジでレミしかありえなくない？レミな、20位にランクインしてくれたのか、ありがとうレミレミが多分あれだろうね、お父さんとかのアカウントでやってくれたのかな
とうございます。イエーイ、シャカシャカシャカー、ありがとうございます。でレミタンやね、絶対レミタン、 99% レミタン。私もなんとなくわかる。レミタのお父さんに雪のお姉ちゃん大好きって言われたことないわ。じゃあ続いて惜しくもランクイン、ん10決をが惜しかった17位から11位の皆様でございます。17位ヘリさん、16位田所さん、15位アジさん、14位ずんだプリンさん、13位サンタ花道さん、12位おなるちゃんさん、11位ランスロットさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。浴びねえ浴びねえ。ありがとうございます。イエーイ、せーの。みんなどっちが顔白い方がいいか、顔ピンクい方がいいか。どっちがいいですか。こうやってめっちゃ顔ピンクいんだけど、え本当に顔ピンクいけど、ほらここに来るとほら白く戻る。どっちがいいですか皆さん。シャカシャカシャカ、ありがとうございます。どっちも良くない。すっごいこれ顔ピンクくない、全部ピンク。イエーイ、交互に、はっはっ。ありがとうございます。どっちでもいいです。本当ですか。でもさ、なんか私あの天然チークの女の子にめっちゃ憧れてるんですよ。なんかさ冬になるとなんかほっぺ真っピンク、なんか色白でほっぺがなんか真っピンクであのなってる子いるじゃないですか。あの本当にそういう子に憧れてたんですよね私。なんかピンクがいいかも。じゃあそしてじゃあいよいよ10決のお方たちをお呼びしたいと思います。ね、可愛いよね。ね、本当に可愛い。オミはね、オミそう、オミとかね、そうオミとかそうです。私もうさ、何冬でさめっちゃ寒いのにさ、もうあの顔はずっと黒かったからさ。そう、あせっかくグルメ、え岡山に来た、トングのパンを食べてだね。トップ10いきます。第10位はドゥルル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 ありがとうございます。シャカシャカシャカ、あじゃあこれクマだよ、クマ、めちゃめちゃクマじゃん。ありがとうございます。めっちゃ頑張ったね。十決初めて違う、嬉しい、ありがとう。じゃあ続いて第9位、猫じゃない、猫はまた別、これから登場するの猫。第9位はドゥルル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 ルこれレミのピースの仕方だから。シャカ。ありがとうございます。イエーイ。ね、こっち猫でしょ。めっちゃ猫やん。どっからどう見ても猫やん。イエーイ。ありがとうございます。また猫じゃない。初猫。こっ
今回ちなみに動物かぶってないから、しかもね、あの言った、あのこれは検索せずに書いたから私だからね、上手です。だけど動物上手ですよ。そう、続いて第8位、トゥルル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 、あ、ちょっとできそうじゃなかった今、みんな聞こえた今、今さちょっとできてなかった、トゥルルルル、あれできんかった、トゥルル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 ン、翔太さんありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます、 Thank you です、うさぎちゃんです、イエイイエー、シャカシャカシャカ、ありがとうございます。ちょっと一瞬来てたよ、一瞬来てた、ちゃん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 、うさぎ耳を折るところが私のなりの可愛さよ。そう、うさぎちゃん耳折りたがりな私だからさ耳折った方が可愛いから耳折れてるのさ続いてじゃあ第7位、トゥルル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 かわいい、ほんとこれ水に描いたにしちゃうまいよね、バナナです。なんかさモンキーの曲なかったっけ、あれだ、アイ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 お猿さんだよありがとうございます、イエーイ、子供の絵本、なんで子供の絵本出てく男の子前髪こうなってんあ、今流行りのセンターパートの藤美隊の方的な感じ続いてお猿のジョージ、レンテレレテテレレテレレレレテテ、みんなジョージと一緒にレンテテテテレテレレレレ、知らないことたくさんあるよね不思議なこと、イッテ Q はシューザンハイランド、イッテ Q、 イッテ Q ですか、ほんと、イッテ Q 録画したい、ちょっと待って、ちょっとイッテ Q、 イッテ Q 録画したい、ちょっと一瞬録画してきますね、あ、ただいまただいま、イエーイ、録画しました、本当に富士急じゃない、和集山出るのループしてた、あびね、あびね、あびね、買った、セーフだな、半目だった、マジやば、よし気を取り直して、福井和集山も出るの、本当にイエーイ何回録画してた何ぎこちない初中顔って何、どんな顔だよよし、じゃあ第6位、気を取り直していきますよ、6位、ドルル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 ルぐぐぐぐぐぎ、何でものが正解ですかこれ、ぐのみやさんありがとうございますイエーイ、ゾウさんぐぐのみやさんこれ正解何ウケる、ありがとうございます、ギネビアが正解ドラムロールできてるってゾウ、かわいいでしょ、エレファントです、これはエレファント、イエーイ、
シャカンシャカン、アーサー王国大物語のお姫。そうなの？でも絶対これアーサーさんとは分かったけど、なんて読むんやろ。シャカンシャカン、ありがとうございます。イエーイ。お姫様らしい。じゃあ女の子なのか。その「ギネミアだよ」って文字で打たれても分かんないんだよ。ドラム道路できるから、ちょっと今からちゃんと聞いてみ。ちゃんと聞いたらできてるから。いきますよ。第5位は、トゥルルルルル、あ、ほら一瞬できた。トゥルル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 ルありがとうございます。 Thank you です。え、ドラムロールやったよ。え、上手くなってるよね。優しい、大好き。ありがとうございます。せーの、シャカンシャカンシャカン、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、上手でしょ、やっぱ天才だからさ。できてるって、できてる、上手くなってるっていう人、え、じゃろ。そうなんよ。なんか悔しいじゃけどからみんな認めたくないんじゃろうけど、上手くなってるんよ私、だんだん毎月やってたら。あ、これカエル見て、カエル、カエルね、めっちゃ上手に描けた。可愛いでしょカエル。卒業だから甘くしてくれないの？厳しめなの？じゃあ続いて第4位いきますよ。トゥルル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 ル、記憶消しとった。せーの、トゥルル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 ルThank you です。ありがとうございます。こちらはね、なんかリス描いたんだけど、ハムスター、なんかタネに描いたらハムスターっぽくなっちゃった。イエーイ、ありがとうございます。せーの、シャカンシャカンシャカン、ありがとうございます。じゃあ、そう、リスなんですよ。リスなのになんかハムスターっぽくなっちゃった。ありがとうございます。え、これはあれよ、口にあのってしてるけん。え、これリスですよ。リスが正解です。そう、リスってひまわりの種食べない？なんかひまわりの種食べると思った。あれ、ひまわりの種食べるのハムスターじゃないってちょっと書いた後に思ったんですよね。そう、なんけどひまわりの種はちょっと間違えたかもって思った。トラ、トラこんなにほっぺおたふくになってんの、やばい。ハッピーハムハムバースデー。本物ドラムよりこっちが本物だから。みんな、なんでそんなみんなさ、ハム太郎のコールをみんな知ってるの、すごいね。続いて第3位いきまーす。3位は、トゥルル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 ル。そう、これはフォックスですね。キツネちゃんめっちゃ可愛くない？見てこれね、これめっちゃ力作、超可愛く描けた。イエーイ、ありがとうございます。さっきより上手？優しい。これ尻尾、尻尾ですよ、横のは。ありがとうございます。せーの、シャカシャカ、赤いキツネと緑のタヌキ、ありがとうございます。
してトップ2はいきますよ、せーの、ドルルルル、あ、待って、はい、何もなかった。じゃあトップ2続いていきたいと思います。せーの、ドルル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 ル、ダン、チュンチュンさん、ありがとうございます。トゥー、チュンチュンさんは私的に今チュンチュンって言ってくる、なんかさ、あのひよこ、なん、何っけ、あの、あの、う、なんて言うんだっけ、あの、なん、チュンチュン鳴く鳩のちっちゃいやつみたいな、なんて言うんだっけ、あの、ど忘れしたんですけど、あ、スズメです。それでスズメだと思ったんですけど、スズメ描けないので豚を描きました。イエーイ。そう、スズメが出てこなかったの、どうしても。ありがとうございます。イエーイ。シャカ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 、ワイ、ジャパニーズピーポー。鳥、いや、豚描きたかった。え、スズメって進化すると何になるんですか？スズメが進化したら鳩になるの？とは違う？スズメ進化しないって。スズメって子供じゃないの？なんか恥ずかしくなってきた。え、あ、なんか違う、なんかだから、あの、ひよこが大きくなったら鶏やん。え、怖い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 。え、ちょっと、あの、恥ずかしくなってちょっと冗談っぽかったけど、ガチで最初言っちゃった。違う、だってだってさ、ほら、ひよこ、ひよことあんまサイズ変わらんやん、きっと。そじけん、レミ見てないから今セーフ。そじけんさ、あの、ニワトリになる的な感じで、スズメもちっちゃいけん。うわ、怖い怖い怖い、なんて、ほんと恥ずかしい。あの、喋るのやめとこ。え、また、まとめ、誰にもまとめられませんから、私もう大丈夫です。え、そう、真面目に言った、最初の最初はね。でもすぐみんなのコメントが「は？」みたいな「え？」みたいな、「スズメはスズメだし」みたいになって、あ、やっちまったと思って、なんか恥ずかしくなった。うん、じゃあ、え、気を取り直して、残り第1位が残ってるので、あびね、あびね、セーフですね、これはセーフです。はい。はい、第1位をね、気を取り直して、あ、はい、みんな、まだ、そうだ、私にはね、今こういう技があったんだ。みんな、じゃあね、第2位の発表が今ちょうど終わったところで、第1位を発表したいと思いますね。ちょっとね、いきたいと思います。それでは第1位は、トゥルル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 ルこれワンちゃん、やっぱ1位はワンちゃんしようと思って、ワンだしね。イエーイ、ありがとうございます。パチ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 、そう、ドボンランキング、せーの、シャカ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 、イエーイ、ありがとうございます。
違う、犬だからぼちゃんこじゃない、ワンちゃん。上手でしょ、上手ということで5月ありがとうございました。よし、好き。スズメって成長、スズメだよ、スズメって成長して、何言ってるんですか、大丈夫ですか、スズメは成長してもスズメですよ。え、大丈夫ですか、ちょっと本気で言ってますそれスズメが進化するわけないやんな、なあな鷹になるわけない、スズメはスズメだってね、何のことだろう、みんな何を言ってるか、ちょっと私記憶にございません。はい、推しの言うことは絶対こんばんは、お父さんは進化したらおじいちゃんになるの映画化しよう、記憶にございません、私バージョンタイカじゃない、違う、進化。え、でもさ、思う、でもほら、そしたらだってさ、でもほら、子供は進化したら大人になるでしょ、だからずっと進化なんですよこれは。いや、そう、中井貴一さんになりきる私お父さん進化したらお母さんになるの、かまちは進化したらお代理さんにはなれません、お代理さんだもん、お代理さん、スーパーお代理さんだもん、大人も進化は進んで化けるんですよ。うちのお兄ちゃんは進化したらキノコになる。チュンチュンさんありがとう、ヒラリンビームさんありがとう、ひらがなキャスターさんもありがとう、たくさんギフトありがとう、読みそびれてたらごめんなさい、さっき消えちゃいました、ギフトの履歴が兄ちゃん多分キノコになる、わかんない、なんとなくキノコヤンキチさんありがとう、虹が出たよ雨上がりの空、そう、キノコ食べてポンってなる全然キノコの家系じゃないけど、お兄ちゃんだけキノコあれ、ここお兄ちゃん多分鼻をポンってやったらポーンってなるマコリンさんありがとう、ヒラリンビームさんもありがとう、リオンありがとう、ミヤヒーさんありがとう、うん、なんか髪型じゃなくてもうシンプルになんか物体ができるきっと、そう、突然変異、違う、これなんかE テレのやつですよ、NHK の、そう、エアさんもありがとう、ハートそう、お兄ちゃんの謎がもうね、迷宮入りってやつ、
何言ってもよくはない、本当ちょっと気をつけよう。ここにストレッチパワーが溜まってきただろう。伸びる伸びる、ストップ。ツッチーさんありがとう、イエイ。いやストレッチマン大好きやってよ私。スズメスズメだよ、スズメはスズメ、何を言ってるんですか、スズメはスズメです。本当にあのイーテレっ子だったから本当に詳しいです多分。そんなありがとう、私そんな面白い、私さ本当に現実世界、これも現実世界かもしれないけど、あの現実世界で一切笑い取れないんですけど、こんなにみんながあの笑ってくれるだなんて、あの本当に嬉しいなって思います。本当にね、あの一つも笑い取れないんですよ。どうしたら、あの皆さんはどうやってあの現実世界であの笑いを取ってますか。そう、スズメの進化、スズメに進化しないって。メダカはあの進化したら魚になる。どうしたらいいんでしょう、ガチな、どうにか笑い取りたいんですよね私も。やっぱりオタマジャクシ買える。お、アバターゲット。メダカはなんかこうはなんかメダカ、え、ほんちゃん本当に聞いてください。本当にあの現実世界で笑いを取りたいんですけど、どうし、なんか違うの、なんかこうみんなこうやって笑ってくれるやんか、じゃけどなんか現実世界の人たちは、はカマチ何言ってんのって言われるんですよね。そう、別に笑いを取ろうとしてるんじゃなくて、普通に過ごしててもなんか笑いを取れることが全然なくて、そう、下ネタ嫌い。ニャッヒーさんありがとう。そうだからさ、こうやってみんなみたいに笑ってくれ、笑ってなんかさ、なんか何、なんかちょっと面白くさ、あの、あ、なんていうんですか、調理してくれたらいいのに。そう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 、女の子に面白さ、ほんまでももうちょっと優しく扱ってほしいよね、現実世界の人たちには、私のことを。きのちゃんとはなんか常に微笑み合ってる。なんかお花畑、二人の間にはやっぱりお花畑が広がってて、そのお花畑でうふふ、あへへって笑い合ってるから、なんか爆笑みたいな、そういう感じっていうか、なんか微笑ましい感じかなきっと。それ一回だけやん、一回のインパクトで終わるやん。あ、黙ってればね、じゃあ黙る、私もう喋らんとくわ卒業したら。リップリップ、変なアクセ、全然全然。M1 見てね、 M1 あんまり見ないからね。手を揺らしなげてなく、この間私の目の前にいたカップルじゃないですかそれは。本当にカップルの微笑ましいこと。ショートさんありがとう。でもあのなんかすごい、あの笑ってくれる子もいるんですよ、いるんですよ、いるんですけど冷たい。みんなこんばんは。こけたら、え、もうこけなんて、さすがにもう21だから、なんか大人っぽく過ごしてるから、そう。駅のカップどん見たことないかも。え、新喜劇めっちゃ好き。新喜劇ってさ放送してるんですよ。そう、
ブリントさんありがとう。ハーマナズッキーナミンさんもありがとう。ね、あいるね、自分の世界にね、こう本当に東京にもたくさんいました。そう、岡山放送してる、してるしてる。そうだからね、結構昼間とか見てました。ミスタービーンって何？夜中に新喜劇してるの？そうなん？ミスタービーンって何？豆？豆？ミスタービーン。誰これ？初めて見た。フルハウスとかみんなに見てほしい、本当にフルハウスなんかインパクト強いんだけど、なんか写真のミスタービーンさん、あチャップリン的なマスクみたいな。私マスクの映画見てみたいんですよね。コメディアンなんだフルハウス。いや今はやってないけど、ネットフリックスでね見れるよフルハウス。そうそう、ジェシー・オイタン、オイタン。えフルハウスが私大好きな、フルハウス、アイカーリー、ビクトリアス、サム&キャット好きですので。ボーリングしたらズボンがどういうことボーリングしてズボン破けるの？え無言で、え、そうなんだ、見てみたいな。あ、そうそう、アメリカのコメディ、なんかその普通の生活の中のコメディとかめっちゃ好き。え、私はあのミシェルが好きドラマ、なそう、なんかコメディドラマ、ほんまになんかほんまに外国の生活を見てるみたいな感じ。え、そう、マスク見てみたい、めっちゃ。ジェニファー・アニストン。すごい、検索候補出てきた。あ、そうそうそう、 NHK でそう放送してたやつ。タッタタンタッタンタッタタンタッタってやつですえ、そう、なんかさ、海外の、海外もの、韓国もだし、海外もののなんか映画とかって全然見れなくて、私すごいそれ見たい。え、スポンジボブも、そうそうそう、スポンジボブも大好き。サブリナ、家入りデオさんして出てこん。ね、アマプラ、そう見れるんよ。やけんさ、え、見てみたいなと思って気になっとるんよね。そう、ホームアローンって何？孤独なの？ホームアローン、え、な、待って、何これ、あーじゃん、何これ、怖いの？怖いの？これコメディーなん？え、知らん知らん知らんってなってるえ、どこで、え、なんか見れる？ネットフリかアマプラで見てる、見れる？名前は聞いたことあるけど実際に見たことない。キラリンビームさんありがとう。怖くないですか？怖くはない？本当？じゃあ見よっかな、どっかで見れる？いたずらっ子、へえ、いたずらっ子か、どっかで見れますか？鬼退治？
待って待って待って、もう見るのやめるよ。お子ちゃまのユキナとか言うから。え、みんなハピツリ見てますか？最近ハピツ、幸せなハピツリライフを送っていますか？泥棒、幸せな気分、え、見たい見たい。え、でも泥棒来るんじゃちょっと怖いな。つったや、だって外でなきゃいけんじゃん。どっかで見れないのかな、ハピツリ。ぜひぜひハピツリ見てください。皆さんクリスマスに見るの？ハピツリ見て、だってハピツリマコリンだもんね。ハピツリ、ハピツリもハッピーエンドではなかった。え、何そのある意味怖いって、なんかこう、なんかあの何ジブリのなんか都市伝説みたいな感じ、ちょっと怖いよ。え、バックトゥーザフューチャーとか見たことない。え、見よう、借りに行こう、誰か一緒にツタヤ行こう。え、怖くない、面白い。じゃあ見よっと、見る見る。コバさんありがとう。都市伝説ってありますよね。え、ティーカード、ティーカード私持ってないかも。あ、そうなんだ、私だけティーカードなくしたけんツタヤに全然行かなくなったんですよ。しかもね、私ティーカード、何のティーカードを持ってたかっていうと、あのというと、イーガールズさんのデザインの T カード持ってたのに、あの財布がを、あの財布が盗難にあった時から T カードもう失っちゃって、再発行してなくて、ゲオ行ったことない。そうそうなんですよ、超気に入ったの、イーガールズさんの T カードがね。そうそう、入る前にそう、昔です、2年、3年、大学1年生の時にね、盗まれました。そう、もあんのか。そうだからさ、でもさ、前さ、あの作ろうと思った時あったんですよ。あのイコラブさんとコラボしてる時あって、作りに行かなきゃって思ったんですけど、ツタヤに行くのちょっと面倒くさくて、行くの忘れました。フライさん、あと落としたんじゃなくて、あの自転車のカゴに、あの財布を置きっぱにして部屋に入っちゃって、次の日にはなく取られてました。そう、これは私が悪い。そう、アンプラ入ってる、ごめんなさいのキスユー言えないから、キャスト、おなっちさんありがとうございます。そう、これはさ、あの本当に私がなんかドラッグストアに行ったんですよね。ドラッグストアに買い物に行って、
イーガルさん悪くなっちゃうので、それでドリーム知ってますよ。心に咲くひまわり風に揺らぶミラーボール来ちゃったから歌っちゃったそうドラッグストア行ってて、それで何だったっけ、それでドラッグストアに買えたものが嬉しかったけん、Tカードまだ作れる？本当？じゃあもう明日にでも行ってくるね私そう、それでそう、それで、そう嬉しくて財布置いてっちゃった。ヒュルリラ春風に願いを込めて届いて溢れてくるこの想い。まだ作れるの？本当？今日テンションいつも通りですよいや、わかんない、今口だけなんで。本当？いつまでですか？ガチ勢？どんな財布？ね、可愛い財布、長財布でね、ミシュマッシュのね、自分、私がお小遣い貯めて大学入る前に買った、まあ、めっちゃ高いなんかハイブランドじゃないんですけど、なんか私は今までなんか超お安いお財布を使ってたから、なんか1000円財布みたいなだったから、にしちゃ初めて、そうあれだったんですよね。なんかね、赤ピンクって感じ。そう、めっちゃ可愛かったんですよ。お気に入りだったんですけど、いや違うんですよ、お金入ってたんですよ結構そうでも何年、3年前とかだから、2年半前とか、2020年、めっちゃあるやん。いじゃあ明日じゃなくていいやいかんやんってね。でも諦めた、もう。でも保険証とかもさ、再発行してもらってね、マジでさ、こういうのをさ、おっちょこちょいってさ、こうみんながさ、おっちょこちょいなんかかわいいってこう言ってくれるからいい気になってますけど、本当にダメだ、ダメですよねこういうのそう、めっちゃショックだった。こんばんは。もうショックでね、夜寝ましたね、しっかり寝込みましたね。免許証はその時はまだ取ってなかった。そう、カード関係がね、通帳のカードとかね貴重品気をつけんとね、ほんまに。でもなんかもう最近はあれですね、電子マネーですねしっかり寝たよ。そう、ちゃんとね、夜ね、早寝して早起きしましたよね大学入ってから免許取った。大学の秋とね、覚えてるんですよ私。10月23日に初めて教習所に行って、最初の授業を受けて、12月23日に教習所の卒業試験、卒検を受けて、で24アルバイトして、25にきのちゃんとデートスポットに果敢に攻めに行ったっていうそう、2ヶ月でしかも外交もしてバイトもしながら通って卒業したんですよ。もうなんか最初午後から授業の時は午前中に教習所行って授業を受けてバイティするしたりとか、授業早くの時は授業教習所オバイティみたいな感じで
そうめっちゃね忙しい生活してたその時期そうめっちゃハードだった。うんうん受かる前。そうオートマ。補習？何の補習？一発合格ですよ。一発合格しました。教官怒られたことない。なんかいつも楽しい、あの私あの AKB が好きでで話しながら運転してた。仲いいいい人がいて、そうなんかそう今度握手会があるんですよみたいな。そう和習さん来た。え後で見よう。そうなの、オタク全開。高速教習あったあった。えなんか好き、何がなんか趣味とか何なのみたいな話してて、そうアイドルが好きでーみたいな。そうなんかその学校にこう教習通いませんかみたいな感じで来てくれてる方が担当、たまたま担当になったから、そうめっちゃノリが良くてバンジーしてる。すごい見よう。でもこわもての人とか、あと隣で寝てる人とかいた。そうもう一発合格した。あと高速教習は楽しかった。そう免許持ってるからいつでも乗せてあげるよみんな。嘘、それは嘘です、乗せませんけど。そうね、おじいちゃんみたいな教官の人がいて寝てたんですよ、チラッて見たら。路上じゃなくて教習所内のコースなんですけど、うん毎回違う。毎回お仕事とか、うわすごい運転手。ミヤヒーさんありがとうございます。ドラッグストアはね自転車で行こう。まあ車もいいよねやっぱり荷物的にね。まあ教習じゃないだからね、そのスピードも出さないし。本面試験は95とかかな確か。そうお、アバターこんばんは。安心感っておじいちゃん眠っちゃったのかな。チュッチーさんありがとうございます。絶対寝ちゃダメだと思う。教習じゃない子にしていたかな、私前いなかったな。でも全然運転最近はしてない。春休みはいっぱいしてたけど。そう全部1回、多分免許取ったのは3月3日とか。あら私のが出ないのマジ。翔太さんありがとう。寝ちゃうというか寝てたのか目閉じてた。なんかそうだから喋ってくれる教習所の先生とはいっぱい喋って、喋らん人はもう真剣に。卒業したらしたいこと、なんだろう、したいこと、なんかしたいこと別に卒業したらとか関係なく、卒業したからしたいとか関係なく、お出かけしたい。鳥海浩二さんありがとう。そっか数が多いけん当たり確率が低いんか。秒で終わった、マジ録画したのに。チュンチュンさん、松ぼっくりさんありがとう。すごっ。
豊川悦司さんだっけ、悦司であってすごっ。なんだろう、でもそうだね、遊びに行きたい。こんばんは。あと何したいんだろう、旅行もしたい。あと学校に行かなきゃいけないキャンピングカー乗ったことない。どこだろう。シーパラ、この間テレビでシーパラしてて、シーパラ行きたくなった。あと義務で、そうなのさ。就活はぼち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 。あ、オバイティーもしたい。オバイティーするぞ、オバイティー。でも今さ、ほらコロナであんまり多分募集してないんですよね。ね、ほら、でもオバイティーしたいですね。就活頑張る、頑張ってます。おいしそうバイトするよ。車庫入り、苦手苦手。コネはもらってない。家庭教師無理無理、教えられん私。松ぼっくりさんありがとう。看板娘キラリンビームさんもありがとうそう、オバイティーって言っちゃう。何ビエ、コンビニエンスな闇営業だけ、なんてことを言うんですか。そう、あともう3日なんですよ。かん、でもまだ全然考えてはないけど、そう、時期にするオバイティね、早いね。大手まんじゅうバイトどうなんだろうねどんな会社に、ちょっとそれはちょっとシークレットで私の行きたいところがバレちゃうのでかもしれないから、シークレット。どんなバイト、なんだろう、なんだろう。でもさ、私その今まで接客したことないから、してみたい。いらっしゃいませってアイドルしてきたから、そろそろいらっしゃいませっていう勇気できたんじゃねかな、どうなんだろうと思って。そう、言わないよ、言わない言わない。か、接客してみたい射精って何メイドカフェなくない？東京ぐらいしか。なんでなんで、まだ決まってないですよバイトは。わかんない。でもレジ打ちしてみたいんだよね、人生で一回くらい。スマイルください、いい岡山ね、あるのかな、どう。シャトレーゼ好き。サンタナミツさんありがとう。あ、カラオケ屋もいいね。カラオケって歌えるの大手まんじゅうカフェスタッフ募集して、マジ。お、まさまささんありがとう。紙たたたたたた。あ、確かに自動レジ、スーパーとかだったら自動レジが多いよね。ありがとう。
店舗あるんだ。スタバね、スタバは食べたいからさ。え、でもさ、もしスタバにさバイトしたら47都道府県のやつ全部食べれたりするのかな。おうさんありがとう、チュンチュンさんもありがとう。え、でもさ絶対さ、いらっしゃいませっていうの恥ずかしくて言えない。何書こうかな。書きました。シャッセーって、らっしゃいませじゃなくて、らっしゃっせーってこと。おのっちさんありがとう、レアさんもありがとう。それではじゃん、まさまささん AKB48 タワーありがとう、ありがとうございます、ありがとう。前髪、まさまささんは多分わかんない、始まりは何だったんですかね。私がでも知ってるとか言っちゃった、言っちゃったってか、そう言ってたところからかな、わかんないけど、ありがとうございます。755とかたくさんコメントしてくれてありがとう。せーの、シャカシャカシャカ、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。居酒屋さんって喜んでっていうの聞いたことない、喜んでって。ガソリンスタンド、ガソリンスタンド友達やってる、どうやってやるんやろ。ガソリンスタンド友達に聞こうかな。イエーイ。ガソリンスタンドね、オーライオーライオーライって、レギュラー満タンでよろしいですかってこと。え、メイドカフェとかはちょっと大丈夫です。セルフでいいと思うね、なんかあのこ、なんかさ来られるとすごい恥ずかしくないですか。たまに可愛いって言ってくれない。え、でもなんか友達も言ってた、なんかガソリンスタンドでそのガス働いてる友達がガソリンスタンドにそのガソリン入れに来たその運転してる人とかになんか連絡先教えてて今度ご飯行こうとか言われるって言ってました。可愛いねって。軽自動車に行け、やばいじゃんそれ、絶対よ。ミスド、ミスドのバイト、そう、いるらしい。え、そう、あるこの間言われたって言ってた。でなんかさ、そう、え、バイト経験すごい、あれもらえました、ドーナツ食べれますか、100均。ごめん先生さんありがとう。言われたくはな、困っちゃう普通。まかない、まかない美味しいって言いますよね。まかないいいな、まかないがあるとこがいいな。
それ飲食か、飲食だったらまかないがあるとこがいいな。割引で、めっちゃいいやん。ドーナツ食べたい。ミスタードーナツって店内でドーナツあげてるの？うん、まかない食べたい。焼肉屋さんはまかない食べれるの？コンビニまかないがあるの？愛想愛想笑いって何？何ゴルフの何？ゴルフ場のボール拾いってこと？ボール拾いのバイトあるの？ゴルフボール拾い。あ、ね、パン、私もさ、友達がパン屋さんで働いた時にさ、一限の授業にさ、あのパン持ってきてくれんの。それでパンめっちゃ食べてた。あ、そうだね、隕石落ちて、隕石が落ちてくる可能性があるかどうかって結構大事だよね。ゴルフボール拾いって本当にお仕事あるの？映画館いいね。映画館、映画見に行きたい。映画バタコさんじゃない。そうくれた。桃花さんは焼肉屋さん、やっぱバイトっていっぱいいろいろあるんですね。今何やってる？ショールーム。え、なんか今バイトはしてないんですよ。 AKB はねバイトができないんですよ。あ、映画の話。メナリくんね。映画あれですよ、あの映画日の丸ソウルとか。映画一緒にいた相手が寝てたらどうする？どうも思わない。寝てるなーって思うだけじゃない？わかんないけど。そう、あー、いるんじゃない。映画今何やってるんだろう、検索してみよう。映画今日の丸違うよ。日の丸ソウル、ヘイ、映画上映中作品、上映中作品はピーターラビット。あ、これ夏への扉、これ見てみたいやつだ。なんかさ CM 流れてきてさ気になってたんですよ。ホラー映画いつだったっけね。夏でも、夏って書いてあったよね。もうすぐなのかな。え、ブラックシンデレラさ今でも見れる、どうやったら見れるんですか。私も見たいんですけど。このさ清原果耶さん、私めっちゃ可愛いと思って、あの清原果耶さんっていう人がいるんですけど、私があの可愛い子ちゃん探しをなんかしてた時に見つけて、え、可愛いって思った子なんですよ。だからちょっと見てみたい。にゃん吉さんありがとう。コナンね、怖いじゃんコナンって。あ、ルローニケン、ルローニケンシン見に行ってない、やばいって。誰か見に行こう。結構見たいのいっぱいあるかも。アンパンマンもいいね。あ、ね、ザ・ファブル、朝ドラに出てたの？それは知らん。なんか何言ったっけ、あのさスカットジャパンとかに出てた気がする。あ、そうなんだ、朝ドラに出てたんだ。めっちゃ可愛いんですよね。あとなんだろう、
あ、宗成くんもやっぱ気になるしな。結構いっぱいやってるんですね。え、コナンの映画見てみようかな、一人で。え、怖いな、どうしよう。え、清楚系タイプですよ。ザ・ファブル怖い？この間さ、テレビでしてたよね、なんか。松ばっくりさん、ありがとう。リストはない。なんか、しかもほら、もうさ、アイドルになった時に SNS がなくなっちゃったからさ、レディースデーに行くといいんか。そっか、賢い。考えたことなかった。一人映画は無理かも。いよいよない、コナンくん。だってコナンくん今書いていい？みんな、やばい、書けないかもしれない。待って、コナンくんちょっと、コナンくん復習していい？みんな、コナンくん、どんなんだったっけ。コナンくん見ちゃダメだよね。だって、うわ、待って、同じことになりそうな気がする。タワーに来た。あ、そうそうそう、待って、めっちゃ見逃した。レインボーさん、あ、お礼配信間に合わなかったって、ありがとう。ちょっと待ってね、じゃあ先にレインボーさんに書きますね。レインボーさん、え、コナン今見ちゃダメ。なんか、あの、5秒間だけ見るとかダメですか？ダメ、みんな。ダメ？レインボーさんのドボン何見たんだ？どこだーん、どこだーん。レインボーセカンドっていたよ。68位にいた、ありがとう。みんな厳しいね。まずは見ずに、ダメですか？仕掛けました。あ、違う、コナンじゃないですよ。タワーのお礼です。レインボーさん、岡山の太陽熊タワー、ありがとう、ありがとうございます。レインのドボンはね、だいたいレインボーセカンドで、ファーストはどこにいるのかが私的に気になります。ありがとうございます。せーの、シャカンシャカンシャカン、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。これあれじゃない、こうやってるとさ、ダーリンダーリ、心扉を鳴らしてよみたいな。待って、また京都正弘さん、ありがとうございます。ありがとうです。すごいいっぱい。ありがとう。ちょっと待ってね、カズさんハートありがとう、おのっちさんありがとう、チュンチュンさんありがとう、翔太さんありがとう、さっちゅんさんもありがとう。お城、岡山城、イエーイ。岡山城って別名黒なんだっけ。なんだっけね。京都正弘さんは何位にいたかというと、どこだん、
67位あ並んでる、レインボーさんと。67位ありがとう。岡山城、私あの前ね、結構前にショールームで話したことがあると思うんですけど、前ねあの大阪に行こうとね、電車鈍行で行こうとね、電車に乗った時に目の前になんかおばあちゃんがさ、で私前前世を占ってもらったら岡山城のお姫様だったのっていうね、あのおばあちゃんに会ったことがあるのですごい岡山城にはね余計に親しみがあります何の話ってな。面白いでしょ、めっちゃ可愛かったんだから。そのおばあちゃんの時に私はこんな風に将来可愛いおばあちゃんになろうって決めたんですよ。これが高校1年生です。そう、おうさん、おのっちさん、ありがとう。よし、書けました。ダダン、京都正弘さん、岡山城タワーありがとうございます。ドボン、あっと雪直しってすごい嬉しかったです、ありがとう。せーの、シャカ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 、ありがとうございます。嬉しい、皆さんありがとうございますじゃあコナンくんをね描いていきたいと思います。コナンか、コナン、どんな顔、もう覚えてないもん。コナン、コナンくん、何も見ちゃダメ、きついな。コナンくん、ちょっとシャーペンで描くね。ちょっとみんなコメント欄盛り上げておいてくださいね。でも髪の毛の感じなんか覚えて、髪の毛ね成長してる自信がある。あ、こんなん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 、いいよいいよいいよ、ここまでめっちゃいい。ちょっとみんなみんな、あのさ、あの最終的な結末を、あ、左利きですよ、見せたくないから、ちょっと今の状態だけ見せていい、ちょっとぽいんだけど、見てこれ、ちょっとほらコナンくんっぽいシルエットじゃない、みんな見て、コナンくんっぽいシルエットしてない、どう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 、コナンだけ違うよ今っぽくない、コナンくんこんなんやったやろ、ぽいやろ、やろやろやろね、聞けるわこりゃ。でこっから困ったんですよね、ごめん、うまく描けたらごめんねみんな。コナンくんの鼻、どんな鼻と口、なんかこんなんちょんでいいよね確かね。でね、目が結構でかくてうるうるしてる。あ、待って、めっちゃコナンくんかもしれん私。え、待って、みんなすごいよ私。え、マジですごい、どうしようみんな。口がわからん。なんでなんで。口がわからん。口ってさ、いいってなってます？口もう閉じたままでいいや。え、じゃあ、これペンで、ペンペン上からペンで重ねますね。なんか見やすいように。真剣、ちょっと真剣すぎて。口ハート型？嘘だ、そんなんだったっけ。
漫画家兼 OL だ、私がですか。漫画家になんてなろうと思った人生は一回もないですね、人生の中で。漫画のアシスタントいけると思う？本当？マジ調子乗っちゃうよ私。真剣、私今真剣タイム。じゃあ行きます、書けました。あ、待って、もうこれちょっとこれつけとけば間違いない。はい、行きまーす。どーん、どう、どう、どう。めっちゃ微妙なんだけど、でもコナンくんっぽい。どう、みんな的にどう。なんか微妙だった。でも前のやつよりめっちゃマシくない？似てます？ほんと？ほんと優しいね、大好き。微妙に似てるやな。一番おもろくないんだけど、どうしよう。え、なんかさ、目がキラキラしてたんだよ。そうね、いじりにくい。ほんま一番面白くなかった。でも前回よりだいぶ成長だよ。ちょっと可愛すぎた。でもなんかさ、コナン君前から目がめっちゃキラキラしてたの。そうだからね、ちょっともうちょっと下手に描けばよかったわ。うますぎてごめんねみんな。え、そう、目めっちゃでかいよね。コナン君って名字なんなの？工藤新一のコナンの時の名字なんなの？工藤コナン？あ、目違った。あ、鼻こんなんか。ああ。ね、バラエティだったらアウトだね。え、あ、江戸川なんだ。ああ、知らなかった。江戸川コナン、探偵さんっていうの？翔太さんありがとう。江戸川乱歩が分からん私は。やばい、私コナンついていけない。そのさ、みんなそのコナンの知識はさ、みんな1話からアニメを見てるってこと？百均が。知らん。荒川アンダーザブリッジのなんかカエルじゃない、カッパのタオル、なんか前昔に待ったことあるけど、それしか分からん。え、だってさ、もうコナンってさ何年もしてるじゃん。何年もしてるからさ、今から見てもコナンくんの情報分かんなくない？どうやってみんな知ってるんだろう、今の若い子たちとかも。あ、Hulu で全部見てるの？未来少年にもコナンが出てくるん？ね。月曜、え、そうなんだ、知らんかった。ふっくんありがとう。わかん、コナンは本当に私の人生と離れた位置にいたから、ちょっと。確かワンピースはね、でもちゃんと久しぶりに、なんかちゃんと途中の、なんか私最初のあのルフィが子供のさ、エースとサボのあのところはあんま怖くないから見れたんですよね私。で、翔太さん、ミヤッヒーさんありがとう。で、だけどあのその怖くなってきてから、怖くなってきてからが本当に見れなくなっちゃって、途中から見なくなっちゃったから、ちょっとちゃんと見てみたい。ワンピース、怖い。ワンピースめっちゃ怖い。え、もう分かんない、とりあえず戦いが怖いやん。だってもうルフィがあんたなんかこうダーってなってたりするところがもうダメだね。他のキャラクターもだけど、そう。
もうそれが無理。戦いがだってなんかダメージを受けるのが無理なんですよ。やられるのが無理だから。そう、でもそう、でもナルトは見たから漫画でも。家にナルトの漫画はあってもワンピースの漫画ないから。ナルトは克服した。そう、でもちょっと怖かっただけで克服した。いや腕がないとかは怖くない、なんか見た目とか。あ、でもちょっと敵キャラのなんかすごい、あのなんかあのでっかいお姉さんいるじゃないですか。でっかい、でかくて、あの髪の毛わーってなってて、なんか口がうわーってなってる、あの誰だか、そういうお姉さんの顔のインパクトは昔は怖かったけど今はいけるかも。そう、オロチマルとか本当にもうごめんなさいって感じ。アニメだった、多分漫画だったから見れたから、アニメは見れないかもしれない。そう、何が、なんか血は平気だよ私。血は平気、衝撃が無理。そう、ビッグマムね、分かったの、これでビッグマム、ビッグマム、うん、怖い、ビッグマム怖い、待って、びっくりした。え、めっちゃもうナルトめっちゃ怖かったですよ。え、待って、ビッグマム怖いや。今顔面の衝撃がすごかった。あ、もう無理だ、私絶対見れないワンピース。こんな顔なっちゃった。もうは分かんない、違うキャラで。私なんかちょこちょこ見てたんですよ、だから分かんない。アンパンマンはいける。あ、でもなんかバイキンマンがなんか連れ去っちゃう時とかも怖いなって思ってた。え、そう、なんかね、なんて言うんだろう、やっぱり爽やかに行ってほしいじゃん、やっぱり。そう、ちょっとなんかインパクトが来るのはもうなんか夢に出てきちゃうから本当にね。月光モリア、何それ、検索しよう、見たキスしか勝たん。月光モリア、誰これ、初めて見るんだけど私。え、待って、びっくり、怖い怖い怖い、この人も怖い。遠目の人、え、近くで見るとめっちゃ怖いね。隕石が、隕石。そう、なんかさ、ワンピースはなんか口の割合大きい人が多いんですよ、だから怖いんですよ。それはちっちゃい時ですよ、バイキンマンが怖いっていうのは。そう、でもなんか、なんていうんやろね、あの心臓に良くないやつが苦手です。え、ドラえもんも怖くて、あの普段のアニメぐらいのレベルなら見えるけど、あのドラえもんの映画が無理。もうメデューサ出てきたやつでトラウマになっちゃって。ガチャピンはいける、ガチャピンはね、ガチャピンの布団で寝てたことがあるくらいいける。ドラえもんの映画怖くない？なんかほら、なんかさ、ピースケとか見たんですよ私。ピースケみたいなのいませんでした？あ、ムックはちょっと怖いか。でムック、それは別に怖くない。なんかさ、ピースケとか狙われるじゃないですか、なんか卵みたいな、なんか全然覚えてないけど。そう、例えば恐竜、なんか追っかけられる系とか無理なんですよ。あの、わかるかな、なんか追っかけられて、あのなんかハラハラするのが嫌、無理なの。ハピツリはなんかハラハラせんやん、なんかハラハラする前になんかバーンバーンギュービ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 ーってなるから全然面白いなって思う。ガチャピンすごい、めっちゃ運命的。
そう、逃走中役はほんまに無理です、私絶対見れないですよ。そう、逃走中とかもさ、なんかしかも逃走中もそのテレビの編集でさ、あのなんかさ、こうワン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 ってな、捕まったみたいななるじゃないですか。ああいうのがもう無理なのさ。だからそのなんか恋愛映画もめっちゃ、恋愛映画とかめっちゃ好きじゃけど、なんかあの恋愛映画でも絶対ちょっと意地悪い女の子とか出てくるじゃないですか、こうなんかね、なんか体育館に閉じ込めちゃうとかさ、そういうのとかもなんかちょっとドキドキ、それは見れるけどドキドキしちゃう、めっちゃギリ見れる、なんかちょっとってなりながら見る。陣付き、いや自分がするのは見るのがダメ。天空の、ん？じゃあ空の王国、どんなやつなんよ、最近の昔の、えもう握手会対決かも、ドンドンドンよ。あ、そうか、ドキハラハラドキドキを楽、だけどそのうちはそのドキドキを楽しんどるんよ、ドキドキ、そうキュン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 系のドキドキを楽しんどるけん、そうバイオハザードとかもう名前だけで怖そう。船長さんありがとう。もう本当にねダメかもそういうのが。ルローニケンシンなんてめっちゃ怖かったですよ。でもあの違うんですよ、怖いだけで見れなくはない、これこれこうやってやってたら見れる。一応最後まで見れる。あ、それ怖かったの、なんか展望台の床空いてる系でしょ、ああいうの苦手よ私。え、私あのユニバのあのジョージとかもうめっちゃ怖かったもん。F4 で怖いよね、赤札、私あのロッカー開いて赤札だった時にってなったもん。そうじゃあガチャピン、私は怖くない、ガチャピンはあの布団、ちっちゃい時中学生ぐらいの時、ガチャピンの枕、ガチャピンの敷布団カバー、ガチャピンの掛け布団カバーを使ってたぐらいガチャピンは好きだよって話。うん、映画館で騒がないけど、が騒がないように頑張ってる。東京タワー登ったことない、お化け屋敷も行ったことないの私。ずんだプリンさんありがとう。え、マジ博多混じってるかな。お猿のジョージ大好きだよ、ラララララ知ってるよ、ラララ。お兄ちゃんは全然関係ない、私がガチャピン、なんかどっかに買い物行った時にガチャピンの布団セットがあって欲しいって言って買ってもらった。おうさんありがとう、松ぼっくりさんもありがとう、翔太さんもありがとう。花足とネバールくん、まあ、でも生で会ったことないけど、着ぐるみは昔苦手でした。もう本当に着ぐるみ、高校生の時も着ぐるみ超苦手で、今はいける、着ぐるみ多分近寄れるかは分かんない、見るのはいけるます。着ぐるみでも今は大人になったからいけると思うな、二十歳超えてるし。ヤン吉さんありがとう、チュンチュンさんも、松ぼっくりさんもありがとう。え、ユイリーさんもなんか嬉しいんだけど、え、岡山のゆるキャラもちょっとなんか、うん、エイトくんはね大丈夫。エイトくんそんなことあったっけ、エイトくん大丈夫だよ。うん、エイトくんは大丈夫です。松ぼっくりさんありがとう。なんかなあのそのなんだっけ、そディズニーも怖かったし、なんかもうディズニー小6の時グーフィーの写真撮ってあげて絶対嫌ーってな感じ、うん。エイトくんエイトくん首がどうしたんですか。エイトくんはエイトくんですからね。ね、
え、なんかシンプルに怖いっていう、なんかぬいぐ着ぐるみ、え、もうなん怖い、なんか多分ち本当にちっちゃい時にめっちゃ赤ちゃんとディズニー行ってたから、そう、とにかく怖かった。そう、あとあの一番最近だとコミョタンっていうのが怖かった。奥光明園のコミョタンぜひ見てみて、可愛いんですけど怖かったですね、近づくのは。コミュタンと学校集合写真撮ったんだけど、一番あの一番端っこにで行ったの、怖くて離れたくてじゃあそろそろランキング読みますかね、もう2時間経ちますからね。そう、ミッキーさんもね今はいけると思うんだ、でも怖かったの。キラリンビームさんありがとう。今ディズニー大好きですから明日も配信するよね、2時間長いですね最近の。道化師タンタタタン、チャカ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 チャンチャンチャチャチャン、チャカ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 チャンチャンチャ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 、あのぜひ皆さん YouTube で道化師って調べてください。道化師の映画も面白いし、道化師っていうその吹奏楽の曲があるんですけど、めっちゃかっこいいです道化師。24時間配信はしませんじゃあ読みます、いきます。13位、おうさん@バイトしてるゆきな見たい、まあかっこきっと見つからない、さわたくしのおばい T さん、わかんない何するかわかんないけどね、どうしもしいらっしゃいませっていうのもしいたら、あのうわ頑張ってるなって思ってください、いつか12位、サンタのみちさん@ずっとゆきなおす、ありがとうございます。11位、松ぼっくりさん@今も仕事で汗かきすぎて体ガタ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 、そういう時は、お風呂に入って使ってしっかり使ってマッサージいっぱいしてくださいありがとうございます。10位、キラリンビームさん@ゆきなの声はずっと聞いていたい、ありがとうございます。あー9位、チュンチュンさん、オチリン一押し、ゆきなちゃん推し、オシリンと共に一生推したる、やった、オシリンも一生やん、すごいオシリンありがとうございます。9位、ズンドプリンさん@ゆきな大好き、ありがとうございます、イエイ。8位、7位、ミャッヒーさん@ゆきなちゃん推し、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、翔太さん@翔太さんもゆきなちゃん推し、イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。続いて5位、サファマナズッキーナミンさん、ありがとうございます、イエーイ、パチ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 。続いて第4位、ジョニーさん@残り3日頑張って大好き、ありがとう、楽しむぞ、ありがとうございます。3位、京都正弘さん、ありがとうございます、にゃーありがとうございます。2位、レインボーさん@ユッキーな応援するために赤作ったか許して、嬉しい、ありがとうございます、イエイ。そして1位はまさまささん、ありがとうございます。圧が欲しい、嘘、ありがとうございます。2日間何の圧をかければいいんだ私は圧を、みんななんかじゃあなんかありますか、圧圧を、じゃあたくさんたくさんなんか私のなんか投稿してください、ツイッターとかなんか SNS たくさんゆきなちゃんのことを投稿してください
クさん、大黒さん、ありがとうございます。コスプレ、コスプレ持ってない。いや、愛媛のは大丈夫です。愛媛のはもう いらないです。最近の方でお願いしますありがとうございました。ってことで皆さんバイバーイ。漏れてるのにしてください。いや